市民の会藤根信子でございます。勝山市立中学校再編計画案について第6次勝山市総合計画勝山市立中学校再編計画案について市民の意見交換会説明会が7月28日から8月27日まで14回開催されました。市長、教育長は毎回丁寧な説明をされていました。そして市長はこれからもこのような機会を設けてほしいという市民の要望にもしっかり応えて了承の意を表しておられました。大変お疲れ様でした。私もこの会に10回ほど参加して市民の声をいろいろ聞かせていただきました。その時感じたこと、考えたことなど意見を述べさせていただきます。まず一番多かった意見は、中学校に体育館がないことです。教育長のお話の中にも、生徒数の増加による部活動の充実を挙げておられましたが、活動場所がないということは、いうことなのか、ないとはどういうことなのか、体育事業の移動に信号のある大きな道路を毎回渡るのは安全をどう考えているのかなどの話を聞きました。また活動場所として時折使うのならまだしも、中学校の体育館として常時使用するのは市民の体育館としてのジオアリーナの考え方に対してどうなのだろうかとも聞きました。確かに体育館がないことへの市民の意見は最もだと思いました。休み時間が10分である中学校で体操服での移動や冬季の移動と着替えはどのようにするのか、移動に時間がかかれば教育課程の編成はどうするのだろうか、さらに困難にするのではないだろうかなど、解決しなければならないことがいくつもあります。次にグラウンドです。高校のグラウンドを借りるのは、中学の部活を縮小することにもなることと、高校の部活に対し活動制限をお願いすることになり、魅力ある学校の活動に対する弊害になるのではないでしょうか。以上の2点は、新中学校の建設には大変重要で、ぜひ中学校独自の体育館とグラウンドは必要です。このことからも、一向案には解決しなければならないことがあります。次に、
通学に関してです。登下校に時間がかかる地域、バスでしか登校できない地域では通学に制限がかかり、ストレスを感じる生徒や送迎が負担になる保護者が増えることも考えられます。また駐車場の広さと送迎の時の道路環境に不安があるとの意見も聞かれました。負担のない通学を保障するスクールバス運用については十分な検討が必要です。この点からも中学校移行案は解決しなければならないことが多いのではないでしょうか。こんな意見もありました。新中学校建設中には高校のグラウンドの使用はどうなるのかという意見です。また校舎が5階建てであることから体の不自由な生徒への配慮や毎時間の5階までの教室移動などは検討されているのかななどの失礼しました。また校舎が5階建てであることから体の不自由な生徒への配慮や毎時間の5階までの教室移動などは検討されているのかなどの意見がありました。また新しい校舎は夢が膨らみワクワクするが財政はどうなっているのか、大丈夫なのか、税金はどうなるのかなどの心配する声も聞かれました。何か事業を行うときにメリットはあるがデメリットはないと言われますが、税金の無駄遣いになればそれはデメリットであると考えます。今新しい中学校の建設にあたりこれで十分なのだろうか、適切なのだろうかと真摯に向き合い、将来を見通して計画することがデメリットを最小限にすることにつながると考えます。実際勝山ニューホテルや水場省など委託事業に対する税金の余分な支出については市民から何度か質問をされました。委託を受けたら利益を出るように工夫すべきではないかという声が聞こえてきます。さて今回の説明会では教育庁は併設と連携を強調されています。しかし納得のいかないことがあります。まず併設についてですが、新中学校は県が中学校を建てるのではないことから市が了承しなければならない事項であることは明白です。しかし市選出の県会議員があたかも市が併設を望んでいるかのように質問し、その事実を新聞で我々が知るという
事態になっていることには納得がいきません。また連携については、新中学校は私立であり、勝山高校は県立であることから、新中学校の建設が決定してから県教育委員会と協議して決めていくことではないでしょうか。全任期の議員が決めたことだから何も言うなとよく言われますが、それでいいのでしょうか。もう一度考えなければいけないことは考えなければいけないのではないでしょうか。そうでなければ市民から税金の無駄遣いばかりしてるから今に恥をするぞと言われかねません。見直すべきところは見直しましょう。県教育委員会は新学科の設置を行い、探究化型学習などを進めると発表しています。また勝山高校独自ではジェンダーレス制服を発表したり、 YouTube に勝山高校 PV、 勝山高校は進化しますとしてアップして、これからの勝山高校を生徒自身が出演してアピールしています。このように入学生徒が減少する勝山高校がその対策に向けて活動しています。校舎もリニューアルするとのことです。つまり新中学校建設の理由の一番に、勝山高校の生徒の減少を挙げることは筋違いではないでしょうか。今まさに県教育委員会と勝山高校が生徒数の減少の対策を考え、魅力を勝山市内の中学校に伝えようと尽力しています。私たちはその尽力に陰ながら応援と支援をするべきでしょう。新中学校に対する提案をします。新中学校建設はと考えると、体育館、グラウンド、校舎、駐車場などの要件を満たすのはどの場所が適当かということです。私は二項案を提案します。勝山北部中は残して、西小学校と勤労者体育館跡地の敷地を活用して新中学校を建設してはどうでしょうか。この場合、西小学校はどうするのかという問題がありますが、小中連携として考えることもできるのではないでしょうか。今までの一項案の内容を生かして、
協議することで、2027年4月の開校に間に合うのではないでしょうか。以上のことからまとめて質問いたします。1、新中学校独自の体育館とグラウンドの設置について。2、スクールバスの運用と通学でのストレス解消について。3、新中学校建設中の高校のグラウンドの使用、5階建てによる体の不自由な生徒への配慮や毎時間の教室移動について。4、建設にかかる費用による勝山市の財政はどのように変化し、その後の税金などの変動について。5、勝山高校への併設が市の決定事項として、勝山選出の県会議員が質問され、新聞発表されたことは、納得できない。以前に私が質問したとき、まだ何にも決まっていない、市議会で決めると教育長は話されましたが、なぜその前に市の決定事項として質問されたかについて。6番、県教育委員会と勝山高校は生徒数の減少を考え、独自にいろいろな魅力を発信して、福井県内に良さを知ってもらい、少しでも生徒数増に尽力しています。その中で、新中学建設と勝山高校との連携をこの段階で教育庁が強調されるのはどうしてでしょうか。市教育委員会と県教育委員会との中に何か協議事項があるのなら、その内容についてないのなら、なぜ強調されるのかについて。私の新中学校建設の提案について。以上の7点のことについてお伺いいたします。梅田教育長。中学校再編計画案についてのご質問にお答えいたします。まず最初に、新中学校独自の体育館とグラウンドの設置に関してのご意見ご質問でありました。この中高併設に伴う体育館とグラウンドに関しましては、おっしゃるとおりですね、市民意見交換会、あるいはまた説明会においても、多くのご質問、あるいはまたご意見をいただいたところであります。まあ、それに対し、私どもからですね、古市中高校との比較、特にその面積、および生徒数的にですね、検討すると可能であろうというふうな考え方、ただし、その工夫と調整は必要と、
まあ、そういった旨の説明をしてきたところでございまして、議員ご提案のですね、中学校独自の体育館、ましてやですよ、グラウンドまで保有すると、まあ、それはですね、極めて困難というふうに考えております。ちなみにですね、現在の部活動の数についてはですね、古市中高校が中高合わせて45です。で、勝山高校の現在は17、そして三中学校ではそれぞれ10ないし13の常設部と2ないし3の季節部と、まあ、こういった状況にあります。まあ、こういったこともですね、参考になるんじゃないかなというふうに思っております。次にスクールバスに関するご質問いただきましたが、生徒の通学の手段の一つとなるスクールバスにつきましては極めて大切なことでございまして、新中学校の開校までに生徒や保護者から十分にご意見をお聞きし、周辺の混雑解消策もしっかり検討してスムーズかつ安心できる運行計画などを整えてまいりたいというふうに考えております。次にですね、新中学校建設時の、グラウンドの使用の、制限がどうなるのかとかですね、あるいはまた、体の不自由な生徒への、配慮等が新校舎においてなされるのか、まあ、そういったご質問だったと思いますが、新中学校建設時におきましてはグラウンドの一部の使用制限はあろうと思われますけれども、極力ですね、授業あるいはまた部活動に支障のないようにお願いをしていきたいと思います。また新校舎にはですね、体の不自由な生徒への対応としてエレベーターが必須というふうに考えておりまして、さらに高校の校舎を共用する場合には県に対して必要な対応措置をですね、しっかり講じるよう要請していきたいと考えております。次に中学校の建設にかかるその費用ですね、それの市財政あるいはまた市税等への影響ということでございますけれども、新中学校の建設にあたりましてはですね、勝山市の健全財政を維持する中で進めてまいりたいと考えております。次にですね、勝山市選出の県議会議員が、なぜ勝山高校への併設が市の決定事項として質問されたのか、まあ、そういったご指摘でございますけれども、この県議会議員ご本人はですね、県における検討状況に質問はしたけれども、決してこの構想が勝山市で決定したという前提での質問ではなかったと、まあ、こういうふうにお聞きしております。次に、この段階で、教育庁が、中高併設連携を強調するのはどうしてかと、まあ、こういったご質問ですが、これまでですね、県の教育委員会とは、行政機関同士として中高併設連携の可能性そしてまた期待される効果等について基本的な検討協議を行ってまいりました。まあ、その内容につきましては今回お示しした中学校再編計画案の別添資料で紹介させていただいたとおりであります。県の教育委員会といたしましてもですね、勝山市における中高併設と連携は中学校および勝山高校双方の活性化につながるものと判断をしですね、その具体化へ向けてさらに検討協議を進める、まあ、そういった旨の表明をされたものであります。で、その上でですね、私どもといたしましてはできるだけ早いこの中高併設連携の実現によってですね、勝山市の教育環境の向上を図る必要があると、まあ、そのように考えましてですね、今回この計画案を策定して市民の皆さんのご意見をお聞きしていると、まあ、そういった状況であります。次に、最後ですか、
新中学校の提案についてでありますが、まず勝山北部中学校だけを残して南部中と中部中の統合ということでございますけれども、北部中学校は令和8年度の1年生が1学級のみとなる見込みでございます。さらに、その数年後にはですね、すべての学年で1学級となる可能性もございまして、まあ、そういった観点からですね、北部中学校だけを残すという考え方には、賛同しかねるところでございます。また正規西小学校と勤労者体育館跡地を活用して新中学校をというご提案につきましては、その敷地内でですね、藤井議員がおっしゃる中学校専用のですね、体育館、さらにはグラウンドも持つと、まあ、そういったことはですね、不可能ではないかなと、まあ、そういったこともございましてですね、非常にその問題があるんじゃないかというふうに考えている次第でございます。藤野議員、藤野議員、ちょっと納得のいかない点もただありましたけれども、これからも真剣に市民の皆さん、そして親御さん、学校の先生、議員、行政の方々と話し合いの場を持ち、議論の場を多く持ってほしいと思います。後で後悔しないようにしてほしいです。未来の子どもたちの健全な心身の発達、成長を願っています。次、自然と歴史、文化遺産を生かしたまちづくり。勝山藩主小笠原家の廟書の修繕、保全、活用について。皆さんは勝山藩主小笠原家の廟書がどこにあるのかご存知でしょうか。市民に尋ねてみてもあまりよく知られていないようです。沢町一丁目の海前寺に勝山藩主の歴代の廟書の標柱があります。これは昭和50年10月15日に市して文化財となり、平成31年3月に新ふるさと創造推進事業で解説版が鐘楼門の入り口に設置されています。勝山藩主小笠原家は、美濃高須から22,777石で勝山に来られ、小笠原霊峰を受け継がれました。菩提寺は元禄4年、1691年、建立され、330年の歴史があります。廟書には初代小笠原貞信から8代長森までの歴代藩主の墓石と家族の墓があり、大変立派なものです。鐘楼門が今年の豪雪で
屋根瓦が落ち、病所や境内は草が乱雑に生い茂っており、墓石も崩れ、長い間管理ができていない無残な状態でした。お聞きしたところ、檀家は3軒しかなく、かつ高齢化して管理ができないとのことでした。以前は市職員の方や地域のボランティアの方が清掃活動されていたとお聞きしています。しかし、近年は清掃活動はなく、ある障害者のグループが年に1、2回してくださっているそうです。このまま放置して、さらに老朽化していいのでしょうか。市指定文化財の誇りはないのでしょうか。非常に立派な病所があるのに、訪れる観光客に喜んでいただけないのが非常に残念です。この場所は勝山町中巡りの観光資源の拠点としても、自然と歴史文化遺産が生かした町づくりに貢献できるのではと考えております。勝山ジオパークとして今後、県内外に知っていただき、観光客が訪れてもらい、より勝山の未来、発展を願わずにはいられません。勝山市の自然と歴史文化遺産、また地域の発展のため、勝山藩主小笠原家の病所の調査、研究をされた上、修繕、保全、活用をお願いいたします。市長の見解をお伺いいたします。三上市長、自然と歴史文化遺産を生かした町づくりについてのうち、勝山藩主小笠原家の病床の修繕、保全、活用についてお答えいたします。元禄4年、西暦で言いますと1691年に建立された勝山藩主小笠原家の菩提寺改善寺には、小笠原家歴代藩主の病所があり、市の文化財として指定されています。これまでの調査で、病所には藩主とその妻の墓石、その周りには子どもたちを中心とした一族の墓石があることが分かっています。檀家の少ない改善寺ですが、管理者にお聞きしますと、長年にわたる市内の障害者グループ、観光ガイドの皆さん、地域の方々によるボランティアの清掃活動等により、今も江戸時代からの景観が保たれているということではございます。現在、勝山市では指定文化財として全部合わせますと67件を指定しておりますが、基本的にはすべての文化財が所有者または管理者の責任において管理されています。修繕が必要な場合は、勝山市文化財補助金の活用を提案させていただいています。勝山藩主小笠原家の病所につきましては、改善寺、お寺としての改善寺の管理下にあると同時に、小笠原家の墓としての位置づけがあります。
こうした現状を踏まえた上、今後、管理者および関係団体等と病床の修繕、保全、活用について、要求があれば、協議を進めてまいりたいと考えています。引き続き、歴史文化側面からも、調査、研究については進めてまいりたいと思います。藤永議員。では最後ですけれども、家族で過ごす家庭の日について。家庭の日は福井県青少年愛護条例で青少年の福祉の向上を図ることを目的に、昭和39年4月1日に制定され、第6条に毎月第3日曜日を家庭の日としています。家族がみんな顔を揃え、子どもたちの健やかな成長を願う日を青少年育成福井県民会議で認定されています。当初はこの活動の推進に尽力されておられたのを記憶しております。勝山ジオパークの勝山町中巡りなどに家族で散策し、自然や歴史文化遺産を学び、楽しい思い出を作るのはどうでしょうか。そうすることで郷土愛が深まり、勝山の活性化につながるのではないでしょうか。観光客を呼び込む施策ももちろん重要ですが、市民が生活を楽しみ、人生を豊かにすることも大事だと思います。現在、コロナ禍が中で心の人の心がすさんで息苦しい世の中になっています。今こそ家族の心の絆の大切さを理解し、健康で笑顔ある住みよい町になることを願っています。その第一歩として、家庭の日の推進に力を入れていただき、家庭の日を過ごすにあたり、勝山の宝である自然、歴史文化遺産を活用した企画の提案をしていただき、市民が笑顔で生活できるよう、市長のご尽力を期待しております。この件につきましての見解をお伺いいたします。三谷総務課長。自然と歴史文化遺産を生かしたまちづくりのうち、家族で過ごす家庭の日についてお答えいたします。福井県は、福井県青少年愛護条例で、毎月第3日曜日を家庭の日とし、家庭の日には家族みんなが話し合い、楽しみ合い、協力し合うよう努めるものとすると定めています。毎月第3日曜日の家庭の日には、家族との触れ合いの時間を増やす取り組みとして、福井県立恐竜博物館をはじめとする県立施設の無料開放や、家庭の日の推進に協力する飲食店や宿泊施設などによる子ども連れの家族の方への
特典やサービスの提供が行われています。勝山市においても家庭の日に家族が集まって楽しく話し合ったり一緒にさまざまな体験をすることが子どもたちの健やかな成長を促し家族の絆を深める非常に意義があるものと捉えています。家庭の日に家族ぐるみでふるさと勝山の豊かな自然や貴重な歴史文化遺産を知って実際に触れてもらいたいと考えています。以前から市内のジオサイトをめぐるジオツアーや自然観察会、各地域に所在する歴史文化遺産をめぐるウォーキングイベントなどを定期的に開催しており、家族で参加される皆さんもいらっしゃいます。また、今年度の広報勝山では、特集記事の中で、身近な場所でも楽しめる自然観察やジオサイト巡り、日本遺産の構成文化財である七里壁や旧勝山城下町の町並みの紹介を行っています。引き続き、家庭の日の定着を推進し、家族が揃って豊かな自然や貴重な歴史文化遺産を楽しく学ぶことができるような仕掛けや機会を提案できるよう努めてまいります。藤根議員。以上をもちまして質問を終わらせていただきます。